じゃあ漫才のテーマ作りについて説明していくよ。まずはお互いにこれまで読んで面白かった本をコンビの相方に勧めてみてね。その本を気軽に読むことから始めよう。後のことは考えず本を思いっきり楽しもう。どうだった？まあまあ長くてしんどかった。 OK、 じゃあ次に準備するのが台本だ。台本？台本って何？わからん。そう、まずはテーマを決めよう。大丈夫、いくつか質問するよ。今自分の一番好きなことは何かな？ドッジボール、ダンス、チョコちゃんです。いいぞ。集まった言葉を紙に書いて箱にポイ。さあ次にいよいよ本の感想だ。深く考えちゃダメ。まずは本の変なところを突っ込んでみよう。ちょっとおかしいでごめん。主人公と君との似ているところは？みかん好き、恥ずかしがり屋さん。いいぞ。それらを全部紙に書いて箱にポイ。でそれぞれ2枚の紙を引けばほらテーマの出来上がり。そうぐちゃぐちゃポン。簡単だろ。